フェス遺憾。豆柴の大群ちゃんとかも、はい、あの盗撮できたら盗撮しようとか、ね、そこダメじゃないちゃんと事務所入ってるかな、うん、そこダメなんだ。そうだね、ビッシュとかのね、妹分で、そうですね、うん、ギャングパレードとかも、うん、あの映せたら盗撮しようかなと。ダメなんじゃないかな、盗撮って言ってる時点でもダメだと思うんだけどね、うん、出演者側のなんかこう気持ちみたいなのをちょっとみんなにちょっと味わっていただきたいなと。あとまあ我々あの今回1曲だけ歌いに行ってるんで。そうなんですよ、しかもそのお披露目的には初、初お客さんの前で初だし、しかもあの生バンドで歌うっていうことで、はい、僕あの冒頭の A メロ最初は私からじゃん、最初スタートです。それが出遅れないかし、今ちょっとこの後練習です。いや本当に我々の場合あのボイトレとかレッスンとかなくいきなりレコーディングして、はい、そっから一回も歌ってない。だってレコーディングでさ、NHK で撮って以来歌ってないでしょ。歌ってない。あれ以来、だから何回目フェスっていうね。うん、半年ぐらい前から。そうです、そうです。YouTube に上がってるんで、曲自体はね。はい、それで聴くしかないっていう。そうです、僕らもっとね、音源がないんですよね。そうなの。まだあの、円盤化とかしてないんでね、サブスク化とか。そうなんですよ。できればして、マジでいい歌はいい歌やからね。はい、まあ、その辺をちゃんと歌い切るっていうのと裏側を見せるっていうのは今回ミッションなんで、裏側と各々のソロ、そうだね、斉藤の次僕なんですよ、うん、あサビの後ね、そうそう、あの4人で歌うんで、うん、歌割りがあるんですよ。そう、違う人のとこ歌ったら違うってなったら ちっちゃくフェードアウトさせていくしかないですね。そうそうそう、だからあの2人で歌う時あるんですけど、そのパートナーが変わったりするんです。そうそうそう、俺マスクマさんと2人で歌うとこと斉藤と2人で歌うとこあるある。急に俺クリゼンさんのところに入っちゃったりしたら、入っちゃったりしたらフェードアウトしたり、うん、やばいですよこれがね、うん、そこのね、しかもあと誰かが歌ってる時どういう顔をしたいかわからんっていうね、あの声出さずに口ずさむっていう、あそれがやっぱそっちか、うん、やっぱそっちか、うん、それ慣れてないもんね。おおおおっていう曲でもないからね、うん、マイドルみたいなね。そうだね、まあ、あとまあ我々のこと知ってる人が少ないんじゃないかっていう懸念、まあ、豆柴のファンとかね、そうね、まあやるしかないよね。そうね、さあ矢野さん、到着しまして、はい、今木島高原パークの隣のホテル、はい、控室がホテルというですね、この辺からもう映っちゃダメな人が結構ギリギリまでね、もうすでにいらっしゃいましたね。すごいですね。ありました、ありました、ありましたよ、ありました。これは豪華ですな。うわ、いやだ、これはすごいですね。これは豪華ですな。普通もいいのか、これ大丈夫やろ。あ、でも絨毯あるけんさ、どえ、土地大丈夫やろ。いいとこ西洋式じゃねえか、西洋式、え、これどっちこれ、いいと大丈夫やろ、多分
テルと一緒やね。ホテルやから、すごいなんかボケみたいな控室やね。この俺らの一曲でこれやったらもうどういう全面協力なんかな。もしかしたら特別に年取ってるからかな。だって隣結構大部屋でしたよね。あの豆柴ちゃんとかギャングパレードちゃんとか開けんなって思ってね。俺内見じゃないんだからさ、物件の物置みたいなやつ内見してんじゃないんだから。違う、みんなこれマネージャー陣もそわそわしてますし、チェックでホテルの開けんなって、開け内見じゃない、開けんなって思って。何なんすか。できればちょっと矢野さん、さっきロビーに豆柴ちゃんいたんで、嘘、あのね、水曜のダウンタウンで、いける交渉。俺、うん、ワックですよ、事務所が、ビシッと私、ま、いける、ちょっと怖いな、ちょっとさ、一回土下座すぎない、ちょっと怖いな、俺はちょっと仕事柄ちょっといろいろあるけど、え、一緒よ、お前いつでも臭い飯食えるからさ、おい。おもちゃマスターとかただいまとかウィッシュプラスがあるやん。切り捨てられる、ほら、あの映画とかあるから俺ちょっと切り捨てれない。T シャツもいただきましたよさ、こういうフェスならでは。ああ、これって出ようじゃん。いいじゃん。あ、本当だ。 M と XXL ってこれ誰。相手は、相手は何。極端にこれしかないらしいです。え、 M と XXL しかないの。 L がないんだ。どういう斎藤が M 来たらピチピチ。XXL もちょっと欲しいかな。それ入園券プラス乗り物パスケじゃないけど、あの出番まで3時間あるんで、どうぞ。バードマン大丈夫。いや、いいわ、盗撮しようか。多分こっちが全体のギリのラインまで。こっちまで入られてます。入ってないですね。この名刺くるとこだ。うわ、いるいるいる、いるぞ。待って、どんだけ。大丈夫大丈夫、ギリのラインで。ここはやそんな、これはダメだね。ちょっとプライベートだから。はい、ちょっとギリのラインまでです。できならそんな、これぐらいね、これぐらいと怒られよ。あと向こう俺らのこと知らんからね。知らんと。いや、知らんよ。え、共演者や。いや、HKT とかやったまだいいけど。知らんとこだっけ。うん、怒られるときはお前が臭い飯食ってくれよ。いやいや、マネージャーやろ。いやいや、マネージャーやろ、そこ。とりあえずちょっと、だから係で来る、そうだね、人が来るまでこれ待機ですね。一応できればフェス飯もね。なんかでも、ビュッフェ、ビュッフェやったよ。あ、ビュッフェあった。あそこで食べる。あそこで、いやいや、でも。わー、出ましたね。今日は、あ、これだからカレーですね。あ、カレーが、あ、こういうのが結構多いですよね。あ、もうでもだいぶ食べられた後ですね。多分みんなが食べたんでしょうね。あ、カレーだ。もうフェスといったらカレーで。フェス皿ですね。これがフェス皿。何でもフェスつけないと思ってた。うん、あ、多分豆柴ちゃんもよそったであろう。気持ち悪いな、お前。いや、何が。何なん、豆柴ちゃんもよそったであろう、しゃもじって。いやいや、別に。怖いんだけど。何が。逆に怖いんだけど。お前、しゃもじでも感じようとしてるのか、お前。いやいや、フェスをね。ササミチーズカツ。わー、乗せるなぁ。乗せる乗せるとは聞いてたけど。乗せるね。乗せていきますよ、私。え、これ乗せる。イカの磯辺揚げ乗せるね。いや、それ乗せるやろ。乗せる乗せるとは聞いてたけど。私最近ポテト好きにしてますね。あらら、お前ポテト好きやもんな。俺ポテト、ね、ポテトも乗せるね。そうです、乗せる乗せるとは聞いてたけど。うるせえキャメラマン。カレーはさすがに乗せる？乗せ？乗せるね。カレー乗せちゃう。米だけで食わんだろ。
今日は茶色いね。このまま来ましたね。カレー分ぐらいは頑張ろうな。そうだね。せめて頑張らんと。水なのか。来た来た。注ぐね。注ぐとは聞いてたけど。あ、豆柴ちゃんが食べたら。あらららら。生かしていただいていいのか。やめとけよお前。お前それお前今のはお前が悪いぞ。今のはお前が悪い。本当に怒られる。いただきます。うまい。うん。美味しいわ。もう余計なことする。なるほどね。ホテルカレーだよね。ホテルカレー。うん、うまい。あ、でも結構。10点満点中何点？ 7.5。いい高得点やね、うん、うまい、うん、しっかり辛いし、あ、こううまいな、普通にうまいわ、何点？ 7.5。 あ、いいな、出来になるぞ、お前なんで10じゃない、10でいいやん。来ました、スタッフの方。すいません、はい、あ、松熊さんの会社のお名前は、はい、クランベルの染めと言います。すまちゃん、これちょっと俺らの YouTube の裏側撮ろうと思ってるんだけど、いいかな。はい、大丈夫。ほんと？やっぱフェスをみんなに体感してほしいと思って、はい、いいかな。はい、うん、あっちのアーティストさん勝手に撮っちゃっていいのかな。ダメです。やっぱダメ。ダメです。あ、そう、隠し撮りしてほしい。ダメです。ダメ？ダメです。盗撮ダメ？盗撮はダメです。そっか。ほら、言ったろ、ね、常識的に盗撮はダメです。で、この後どういう、この後ですね、はい、今、ステージ始まっておりまして、はい、今、うちのバンドのハックザセレモニーというのがやらせていただいています。バントニーのアーティストですね、はい、で、まあ、その次、コットンクラブと、これもうちのアーティストでございます、はい、そして、バックからマメシバの大群ステージ、はい、来た、うちのバンドのピューロを参加してもらいます。で、バンドさんですごいかっこいいザ・フォーエバー・ヤングさん出ていただいて、おそこからの、はい、我々転換がありまして、転換、ここ結構急いで転換しまして、はい、六本松サテライトステージというところで、これなんか30分あったんですけど、曲1曲ですよね。15分間の出演で、15分で1曲しかないのよ。はい、でもあの曲が3分ちょっとじゃないですか。曲が3分ちょっと、ちょっとなんで10分ぐらい持て余すんですけど、まあ、ちょっと転換がもしかしたら、あー、餅でも巻きます？餅でも、そうだ、夏だからめでたい感じ、正月じゃない、餅巻かなくていい、大丈夫です、それ横綱がやるやつだから。ちょっと最初なんか紹介とかさせていただいて、ね、初のバンド、生バンドですよね。そうですよね、はい、そうだ、いや、しかも僕らあのレコーディング以来歌ってないんですよ。いや、でも歌う機会ないんですよ。ないんですよ。リハーサルあるんですか？リハーサルがすみません、ないです。ぶつけ本番すげえ、かぁ、なるほど、もう、まあ、楽器隊はもうご安心いただいて、あったまって、あ、カンペを NHK さんに用意していただいたので、歌詞の、歌詞の、いや、私めくりますので、いや、そ、まあ、それ辺は歌詞はね、絶対覚えてるんですけど、そうですね、それでもあった方がいいな、あるって安心感ね、安心感、見ないけどね、見ないけど、うん。バックヤードにやってまいりました、この奥がステージですね、はい、バットに行く、そしてこの横見てください、はい、これは木島の名物の木製コースター。ジュピター、はい、ジュピターの麓でここにあるっつうことでね、あっちもある、はい、松村さん、はいはい、お願いします。あ、お願いします。いよいよ10分後、いやー、ついに初披露ですね、はい、なんかアドバイスありますか、生バンドの、アドバイスですか、はい、まあでもお二人とも、はい、結構やっぱり声量もありますし、はい、別に自信を持って歌えばいいんじゃないかなと思ってるんですよ、はあ、でもこうリハーサルとかってないんですね。リハーサルなしです。あんま聞かないですよね。もうあのバンドのリハーサルもなしなんで、行った瞬間ボンです。行った瞬間ドン、はい、行ってドンってことで、カメラで、はい、カメラ、あ、これはいっぱい撮られてるし、これは何、カメラで、え、もうでもドラムのカウントからすぐ、ああ、めっちゃカメラで、なるほど、こっちは NHK だね、 NHK めっちゃ色な、カメラパラパラシュート舞台チャンネル、パラシュート舞台、3カメです、3カメです、いやー、え、ちょっと喋るんですか、え、どうしましょうか、だから今打ち合わせましょうです、あ、打ち合わせましょう、はい、
まず、まあそんなにでもきっかけ、カウントからすぐコーラスだから、なので、まあまずバンドがちょっと多少準備はあるので、はい、その間喋っといていただけたら助かるちゃ助かる、はい、なるほど、なるほど、わかりました。あ、じゃあちょっと空気作って5分ぐらいで、はい、空気作って、空気作って、はい、やっぱ空気作ってまず僕らから出ましょうか。歌いやすいような最初2人で出て一人でやります。ちょっとなんか前説的な感じで。あ、そうですね。自分の前説新しいですね。そうですね。あと演者自ら前説、あとなんか声出せないじゃないですか今。そうですね。だからちょっと手の振りの練習とか。あ、それありだと思う。はい、で後ほど出ていただくという姿勢、はいはい、そうですね。そうする？だけバンドの場合は、はい、その板付きか、はい、まあ何か呼び込みかで、はいはい、どっちかあるじゃないですか。はいはい、我々一回準備しまして、はい、一回かけますんで、はいはい、で今までのことなかった感じで4人で出ていきましょう。なるほどなるほど。あ、そうですよね。はい、前説もなし、準備もなし。なるほど、はい、じゃあまず行くか。あ、オッケー。行ってセッティング。オッケーオッケー、うん、また新たにって言われて、普通は SE がありますけどね、なんかかけますか、六本松サテライトの前ないっすか。そっか、音がオープニングが、そうか、でも一曲しかないからそれかけちゃったらそれかけちゃったらバレますからねいやなんかまあ声で撮ったじゃないですか。ないか、六本松サテライト、いや持ってきてるよ、持ってきてないですか、ね、あれないっすか。あー、ジングル的で、ジングルがあればね、それやるべきでしたね。イケちゃん来てないもんね。イケちゃん来てないんだよな。イケちゃん大分出身やけどね。イケちゃん、ああ、今いないから実家に。実家に帰ってきてない。間に合わんやろ。まあ、じゃあ無音で出ていきましょうか。わかりました。無音で。だちょっと我々出て喋って、それセッティングして一回はけて、もう一回出てくる。そうですね。はい。オッケー。了解です。お願いします。っぽく行きましょう。いやもうそうですよ。はい、マイケルと同じスタンスで出ます。ジャクソンね。はい、あ、ジャクソンね。じゃあ行きましょう。誰の順番で出ますか？あ、一番奥が松村さんで、はい、で最後で僕で、はい、どうぞ。最後です。全員立ってるんですね。全員立ってるんですね。松村の二人も、はい、あのスターっぽくです、ね。もちろんです。もちろんお願いします。じゃあもう出ますからね。出返しないですけど出ますからね。ぬるっと出ますからね。ちょっと準備してなくて、そうなんですね。生で言いますか。生で行きましょう。NHK 福岡プレゼンツ。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、でも他の曲もいるんで。他の曲もいるんで。でも、そうでしょ。大丈夫、出ろ。はい、わかりました。行きましょう。僕がジングルっぽく叫ぶんで。お願いします。NHK 福岡プレゼンツ。六本松サテライト。2段目、片方に立ってないな。
疲れした。お疲れした。お疲れした。すげえ前でやるじゃん。終わったらすごい前でやるじゃん。いや完璧、最高のギグだったね。いや本当に、ちょっと歌い足んないわ。入りめちゃくちゃ緊張してた。いやお気に入ったね。レイアップシュートしました。ね、最初レイアップシュートしましたけど、ね。ロックなナンバーだけども、うん、しっかりとお気に入り。しっかりお気に入りました。歌い出しね。なんだっしょ。曲もやっぱいいから。テンション上がるね。歌ってる方も。やっぱもう何曲かね増やして。30分欲しいね。完璧だった。お客さんも、お客さんもすごい盛り上がって。盛り上がって。何人かもう運ばれちゃって。興奮して何人か運ばれちゃってた。お前ほんとあれやね、ビフォーアフターの顔が全然違う、最初から緊張してるから全然違う。いやこれできんかったな俺、ちょっと今ちょっとこれできんかった。スピーカーにこれスピーカーにこれできんやった。ビビっちゃってできなかった。ちょっとビビってできなかった、最後ほらバーンって終わるシーン俺めっちゃジャンプした。写真撮っとくじゃん。すごい私物だね、このイベントが。最後このこういう感じですよね。バックヤード終わって次の人ということで、これがね、フェスいかんということで、はい、あと帰り元気あったら帰りちょっと撮るかな。あざしゃ、また来年会いましょう。お願いします。チャンネル登録お願いします。